ネクスト21は、新潟県新潟市中央区にある超高層ビル。バンダイ橋や、キメッセ、新潟日報メディアシップなどと並び、新潟市のランドマーク的存在となっている。まさや工事と西堀通りが交わる西堀交差点に面しており、道路を挟んで、新潟三越が立地する。現在ネクスト21が立つ場所にはもともと、 新潟部業所新潟県庁舎新潟市役所が立地し、江戸時代から一貫して新潟の行政の中心地となっていたが、老朽化してゼマとなったため1989年に市役所は学校町通に移転となった。中心街である小町地区の中心という立地であることから、跡地は再開発されることになり、新潟交通など複数の JV がコンペティションで競った結果、 住友生命保険が担当企業に選定された。日建設計と体制建設の JV による設計、施行で1993年4月に区体が竣工し、翌年5月にグランドオープンした。建物は地上19階、地下3階建てで高さは125メートルあり、1990年代の新潟市で一番の高さを誇っていたが、二千三年に竣工した。 モズ島ビルに抜かれ市内では2番目の高さである。1階と2階とを結ぶエスカレーターは、螺旋状になっているほか、エレベーターの内部が、ガラス張りのシースルーエレベーターになっている。ネクストの意味は、次世代を表すネクストに加え、造語、新潟イクスイッチンタワーを略したものである。また T には、真実を表すトゥルースの意味も込められている。2017年8月14日には、 中央区役所が入り、2020年オープン予定の、新潟山と跡地の再開発ビル、小町ルフルと合わせて、行政の中心地としての機能復活が進んでいる。周辺風景右隣の超高層ビルは2009年完成の、グランドメゾン、西堀通りタワー。さらにその右方向にある展望台のある白い四角の建物が、日本海、タワー2から5階には、中央区役所。 6階には小規模の多目的ホールである、新潟市民プラザがある。11階から15階はオフィスフロア、16階から18階は飲食店街、フロア、19階は展望ラウンジとなっている。地下部は地下街、西堀 ROSA と直結しており、さらにこの地下街を通じて、新潟三越の地下部とも直結している。2010年6月25日まで、 新潟大和の地下部とも直結していたが、新潟大和の閉店に伴い、現在はシャッターが閉まっている。19階には、原則的に一般開放されている入場無料の展望ラウンジがあり、小町エリアを中心に市内の繁華街を一望することができる。完成時から長らく北から東南西方面に面した東側の大展望ラウンジと、 北西西方向に面した西側の小展望ラウンジの2つの展望ラウンジがあったが、2013年には19階に結婚式場ができたため、小展望ラウンジは結婚式場の専用部に組み込まれ、2013年以降は一般開放はされていない。大展望ラウンジも結婚式場の会場として使用されることがあり、その際には、 式場利用者以外の19階への立ち入りは不可能となるため展望ラウンジ利用の際には注意が必要である。展望ラウンジにある地図の情報はオープン当初から修正されていなかったが2007年7月28日現在新しい地図に取り替えられている。ラブラ満談の表記があるので同店舗のオープン後もしくは新潟市の政令指定都市移行後に取り替えたものと思われる。 19階、17階、16階の男性用トイレの北側の壁面はガラス張りになっているため、北西北方面の風景を望むことが可能となっている。1階から4階には、かつてラフォーリ原宿、新潟が入っており、ファッション関係のブランドが多数出展していたが、2015年7月14日に撤退することが発表され、2016年1月31日に閉店した。 また、地下1階には、コメリ処防、スターバックスコーヒーがあったが、コメリ処防は2015年4月13日に、スターバックスは、ラフォーレ原宿と同じ2016年1月31日に、それぞれ閉店した。西堀ローサネクスト21連絡口には、きれいにライトアップされた滝があり、季節により色が変化していたが、2011年の東日本大震災以来、 節電のため停止している。正面入り口であるアトリウムには、オープン当初、タイムマシンと称した、飛行船のようなものが吊り下げられ動いていたが早々に、運用停止となり、現在では取り外されている。かつては、新潟市が、小町地区に設けていた行政サービスの集積施設、なかなか小町が所在し、土曜、休日も隠し手続きやサービスを受け付けていた。 なかなか小町はもともと山と新潟店の東館の2階に所在したが、同店閉店後の2011年7月1日に移転した。15から18階のオフィスフロアには三井、住友ファイナンスリースやネオコーポレーションなどの企業がテナントとして入っている。16から18階の飲食店街フロアではかつては、ダイワエクシード系列の飲食店が軒を連ねていたが、18階の エスカイアクラブ以外は2013年頃を境に入れ替わり、現在は16階で、赤鳥5点、17階で、竹取り5点、18から19階では、いがら指定結が営業している。公共交通機関 BRT 番台橋ライン、小町停留所から徒歩すぐ、駐車場地下2階地下3階に、タイムズネクスト21が設けられている。車で降る町無料券利用可能。 県の思いやり駐車場協力区画が6台分あり、対象者は駐車料金の減免を受けることができる。この他西堀通りを北に100メートルほど入った場所に、西堀 ROSA 直結の市営、西堀地下駐車場が所在し、区役所では内庁の際、こちらに駐車するよう案内している。また、やや距離はあるものの東堀通り六番町には、第二駐車場も所在し、 2019年現在は、パラカの運営する、新潟市東堀第7駐車場が、QNEXT21 台に駐車場として案内、されている。駐輪場北側に、市の西堀通り自転車駐車場が設けられている。ありがとうございます。